アイスコーヒーとアイスカップ。なんかさ、涙袋にさ、乗せるさ、ラメ欲しいんだよ、うんうん、韓国のやつとか、めっちゃ可愛い。え、これすっごい可愛い。ゴールド、うん、キラキラメタリック、これどこの？わかんない、どこ？ D。 これだったらこう、まあ、クシアで使うからね、確かに。さっきのやつ、あ、でもこれ、あ、でもさ、これもわかる、うん、気がする、うんどうしたのまた。とりあえず座りの、うん、お牛が結婚しちゃったの。なんだそんなことはと思った。そんなのってひどい。はい、ごめんごめん。みーちゃんすっごい好きだったもんね。とりあえずこれの落ち着きな。ありがとう。そういえばさ、みんなって結婚願望ある？結婚願望ね、私はない。サクト、ゆきちゃん結婚しないの？あのね、そもそも今の世の中晩婚化してるわけだし、私はあんたと違って仕事できる女なの。確かにゆきちゃんはずっと一人で仕事してそう。確かに仕事できる女性もかっこいいけど、女の子だからキラキラしたいじゃん。別に。あや、つまんないの。花ちゃんは？え、私はウェディングドレス着たいかな。だよね、着たいよね。でもやりたいことやりながらって大変だと思うな。でも最近は家事も仕事も分担。家事できんの？あんた好きな人のためだったら頑張れるもん。どうだか。あ、そろそろ次の講義の準備しないと。え、お前らもいんの？おう。こいつどうした？好きな人が結婚しちゃったんだって。え、みーちゃん好きな人いたの？ほら立って、授業間に合わなくなるよ。ほらみーちゃん早く行く。行くから。ソロデージ来てんのか？来てない。でもな、お前らそんなこと議論する前にまずな、結婚してくれる人がいるかどうか議論しないといけないんじゃないの？兄ちゃんなら大丈夫、絶対。メイ君ありがとう。うん、やばい、あと10分で授業始まっちゃう。やばいやばい、行くぞ。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか撮影は？初主演ですか？そうですね、初演技。初演技、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか？初演技ですか？初演技です。初演技
不安なんですけど、完成が楽しみです。みんなにファンに一言、ぜひ温かい目で見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした初演技？めちゃくちゃ緊張しました。すごい楽しかったです。キャリアウーマンになるんですか？なります。ありました。ありがとうございます。